はい、じゃあ、今日この時間からは、先週、6月21日に山口県の方で、記者会見をした山口県知事選挙への立候補表明に関する、東京の日本国内メディア向けの記者会見で、この後3時からは海外メディア向けの記者会見ということで、場を設定していただきます。今、お手元を配っていただきますが、あと本当はもうちょっと詳細な、まだ作りかけですが、制作文書、表裏一枚ものも、多分来てるかな、来てればお配りしたいと思います。今回、とんでもないことになりましてですね、自分でも予想しない選択に、なってしまったんですが、そうですね、だから、なんでこんな選択をしたのかという、ところをまず思われていただきたいと思います。この間、そうですね、もう去年の3.11の後、日本、全体とかはこの原子力エネルギー政策の見直しは、非常に、最大の課題で、この間ずっと私も当事者の一人として、それこそ八郎さんが最初に作られて、その後枝野さんに引き継がれた委員リストのもとで、総合延長査会の基本問題委員会の委員というのを、務めたり、それはあくまでいろんな仕事の一つで、その前に菅さんとエネルギーシフトを働きかけで、固定価格買取制度が法案として実現し、その後クレーには、調達価格算定委員会、なんとか経団連委員を上田先生に差し替えるバトルを、前田さんなんかともやってですね、でそれから年が明けてからは橋本市長、それから松井知事とから行政職としての維新の会とは直接接点は私は持っていないんですが、大阪府都市の、行政職としての特別顧問として、原子力エネルギー政策のところを、任務として拝見をして、小賀茂明さんや上田和弘さんに、委員長になっていただいて、私が立ち会いで、大阪府市のエネルギー戦略会ということでこの間やってきて、かなりのところを追い詰めて、実際に5月18日の、政府のエネルギー戦略会議の下での、電力需給検証委員会の結論というのは、去年東京、東北でやったような、厳しい電力制限令という、これは発動せずにですね、いわゆる節電目標と、それから広域連携に新日本6社が共同で連携をし、そして、デマンドレスポンスや自家発の買い上げといった手法で、いわゆる電気は足りるんだということを、これは政府の公式見解だったはずなんですね。で、それからその前に、大阪府市の方で、私が叩き台を作った、再稼働のための8条件というものが、その後滋賀京都の7条件や、今安倍さんが言いましたが、原発ゼロの会も原発ゼロの会8条件でしたっけ、といった形でやはりその、今の再稼働に関する安全性に関してはほとんど、根拠がないということもあぶり出す、一端を担うんですね。で、もともと言っていた安全性と必要性というものはどちらも根拠がない、根拠がないところが政治的な手続き上の正当性もないという中で、それでもデタラメに再稼働をし、切られようとしているような状況に今なっているんですが、そういった直面する短期的な話もですね、もうやっていきながら、まだまだこの先もですね、
やっていくことは山のようにあって、で、まあ、この間、最終的にですね、自分の心の中で、まあ、山口県知事選挙に挑戦しようと、決断したのは、まだ10日前ですね、17日の朝4時頃ですね、前の日から本当にまんじり当日ですね。一方で山口県の方では、まあ、地域から今起きているのは分散型のエネルギー革命ですから、現実に地域を当事者として変えていくということには非常に、まあ、魅力を感じていて、まあ、いろんなお話を聞きながら、まあ、明確に否定も肯定もせず、まあ、万が一に備えて準備だけはしておこうと思って、いろんな人の話を聞いたりしているうちに、山口県の方でもどんどん期待が盛り上がってしまっていて、その15日だったか14日だったか、山口県のある、12歳の娘さんを持っているお母さんから、その12歳の娘さんという人がまた、将来は山口県知事になるという夢を持った娘さんなんですが、そういう夢を持ってたんで、でそのお母さんからはですね、ここで飯田さんがもし諦めたら、私の娘にとっては飯田さんは嘘つきの大人の一人になりますと言われて、ぐさっと言って、うわ、これはきついな、もう引くも、行くもですね。で、東京とかはこちらの方では、私をお付き合いしている、まあ、ほとんどの政治家の方々や、研究者やですね、NGO の仲間とか、ジャーナリストの方とか、いろんな人が、バカなことはやめろ飯田さんって言われてですね、山口県って日本の中でわずか 1% の人口と GDP で、しかも山口県に行ったら今度はまたとんでもない、なんというか、まあ、議会を変えるというのも大変ですし、行政もほとんど敵だらけだし、そう簡単には変えられないし、変えられたところで日本の 1% が変わって日本は変わるわけがないだろうという、こう、互い締めの引き止めにあってですね、まあ、99%、理性的に考えれば 99% は、まあ、これまで通りの活動だろうな。でも、1% の狂気が私の心の中にあってですね、で、まあ、とにかく、出馬というかですね、やっぱり挑戦してみようという気持ちに 99% 触れたときと、やっぱり普通に考えてないよなと思った 99% ですね、その両側を揺れ動いて、最後の 1% にピアノさんのように断ち切れない 1% がどちらもあってですね、いやーこれはどうしようかと思って、1週間ぐらい触れ幅が大きい日々を過ごして、で最後16日の夜から朝まで考え抜いて、でどちらかのピアノ線を断ち切らなきゃいけない、で最後まあ、最後の最後は、まあ、両側から引っ張られたのでそれを全部取り外して、自分の心に行って、まあ、最後断ち切ったのは、やはり歴史を変える可能性のある挑戦をしてみようという、まあ、その 1% の狂気に最後引き出した。で今から1年3ヶ月前ですね、3月11日のその当日、私はドイツのポツダムでクラウス・ステッファーと一緒にいました。彼はチェルノブイリ原発事故の時の環境大臣 で彼と2日間ずっと一緒にいて、福島原発事故の状況を逐次、伝えながらも、まあ、自分自身もどうなっていくんだというですね、まあ、そういう時期を過ごして、で、そしてその後彼はメルケル首相に倫理委員会の委員長を任命されて、そしてもう5月の末には原子力は倫理的に許されないという答申を出して、早々とドイツの脱原発を決めた。で、まあ、私自身も3.11 の前はまあ普通のしがないというか研究者というか、まあ、いろんなことを支えたというんですが、まあ、3.11 の後、いやがおうでも、まあ、いろんな方々、まあ、今日来られている先ほど話された後藤さんとかもそうですし、時代の最前線に押し出されてですね、
この問題に関してやはりこれからの人生をかける必要があるという、まあ、責任あるある意味立場の一人に、押し出され、でしかもこれは偶然ですけど、福島第一原発には私が原子力時代最後にあった鑑識貯蔵キャスクが皮肉にもあってですね、単なる因縁ですけども、まあ、そういった状況もあり、まあ、原子力の、まあ、実務というか産業界に片足を突っ込み、原子力安全委員会にも片手を突っ込み、電気事業連合会の裏舞台も覗き込んで、そしてその後、今からちょうど20年前、リオサミットの年の6月に、その時も原子力で携わった全ての仕事と、それから人間関係、まあ、会社というか仕事上の人間関係ですね、それから安定した収入と、まあ、そういった全てを捨て去って、まあ、スウェーデンに飛び出してみて、でそこから経験したことが、まあ、ヨーロッパ北欧における環境エネルギー革命を、まあ、目の当たりに経験をして、で、まあ、その時はまだ個人的な人生の選択に過ぎなかったんですが、まあ、今回は社会的責任をどちらを選択するにしても背負って、どちらを選択したらいいのかと考えた時に、やはり歴史を動かすかもしれない可能性にかけてみようと。これは分かりません。今までの活動の方が歴史を動かせたことに貢献できたのかもしれませんし、しかし今回 1% の狂気にかけてですね、山口県の知事選挙に挑戦してみようというふうに、まあ、最後、まあ、思い立った次第 で実際に山口県、かつてその高杉晋作が戦った、まあ、東京語で言うと第二次長州征伐、長州語で言うと司教戦争、ね、4つの県境から幕府軍が攻め入った、もう高山寺で、80名で挙兵をした高杉晋作と、まあまあ、なんか芝居がかっていうわけではないんですが、不思議にも構造が似ていてですね、今最大のライバルが山本重太郎さん、これは自公推薦で、国交省 OB と。ちなみに山口県は明治維新以降関西知事の時代はもちろんですが、戦後になって戦後の、今の憲法の下でもずっと官僚が知事を務めている数少ない、あと鹿児島もそうですね、県で、今回の山本重太郎さんの選挙には国交省を挙げて支援をしているという、まず一つの境というかですね。で、岩国オスプレイの問題があるので、防衛省と米軍が支援をしている。そして、飯田哲成を叩き潰したい経済産業省と電気事業連合会と電力総連と経団連という、まあ、強大な敵というかですね、相手方と、そして、主級の鉄板といわれる、すごく自民党の大御所の人たちがですね、ひしめいている、山口県という、まあ、やはり4つの敵とですね、囲まれて、まあ、そこに今、前を打って、昨日、おとといも、朝7時から夜明け方2時まで山口中を歩きながら、火をつけてもらっているというですね、結構、そうは言っても、いきなり 選挙の中身の話で、手応えは結構ありましてですね、それぞれの、それこそまさに司教戦争じゃないんですが、山口城今、西へ東へ北へ南へ飛び回ってるんですが、もう本当におじいさんおばあさん、特に女性と若者がすごく元気で、ここで勝手連的に、事務所を開いて広げていきたいというのが北の隅の玉川という、これは東洋美人というお酒で有名なお酒を作っている造り酒屋のある町なんですけど、すごくもう今衰退が進んでいる、萩市に今合併されているところですから、そういったところに朝9時ぐらいから
もう本当にいろんなランナーに集まっていただいて、まあ、飯田哲也さんを支えたいというところに飛んでいったり、というようなことで、今度は湯屋湾という、もうこれはもう世界遺産に指名したいようなものすごく美しい家が今度東の北東の端にあるんですね。まあ、そういったところに行って、それは古い選挙をしている人たちに言わせると、萩と奈良とは自民党の牙城だから行くだけ無駄だと言われているところに行くと、もうどこからこんな人が来るのかということを、いろんな人が、来てくれるんですね。で、ここで、運動を広げていく、事務所を開きましょうみたいな感じの盛り上がりがあって、近々、今全部水面下でやってるんですけど、7月1日とか明後日か、明後日事務所開きの時には多分16、17、山口県中のもうほとんどのところで、まあ、勝手連事務局というのが立ち上がる感じで、まあ、盛り上がっていましてですね、まあ、そういったこう非常にこう皆さんがこれまでにないこう期待のなんか盛り上がりを、県内は県内としてすごく今手応えのあるところで、まあ、遠くから見ておられる皆さんからすると、まずは長州の向原、薩摩の向原さん、今度は山口の飯田哲也さん、現代の薩長戦争だ、薩長から NU 政策を変えていこうというのが、まあ、皆さんとしても、まあ、盛り上がっているので、まあ、そういうこれからですね、まあ、飯田哲也の冒険を、楽しんでいただければと思いますが、まあ、楽しむだけじゃなくて、できればいろんな形でご支援をいただいて、まあ、もし山口県に一日でも来て何か手伝ってみようという人はぜひ来ていただいてですね、旅行がけら来ていただいて、それから選挙カーの上に立って演説してみようという方は演説していただいて、事務所はすごくいい雰囲気で、どこに行ってもですね、本当に女性と若者が多くてですね、和気あいあいとやっています。まだ立ち上がってないところなんですが、で新しいものが生み出される、こう今最初のなんかこう感覚、予兆のような感じが、保守とか主球の鉄板の山口で、今地割れが起きつつある感じが、まあ、なんとなく予感があるところです。で、まあ、中身はですね、まだ作ってる途中で非常にまだ生煮えなんですけども、まあ、ここはまあ受け狙いというか、実際には魔法狙いというか、特に、まあ、山口県はとにかく第一党はやはり今でも自民党なんですね。で、自民党支持層は非常に多いといっても20数%、第二党が維新の会です。まあ、これ調査結果ですね。で、第三党が民主党ですが、ほとんどボロボロですという感じなので、すごい、まあ、実は一番多いのは無党派で6割で、とにかくこの、維新の会の支持者は総取りをして、無党派もほとんど取りに行って、で、あとは保守層ですね、自民層は切り崩しているというところに一番力を入れているので、まあ、行く先だけで聞かれるんですけども、いや、飯田さんは大体政策とか考え方を支援してるんだけど、橋本さんとの関係はどうなんですか、必ず聞かれて、まあ、そこは丁寧にいろいろご説明してるんですが、ただ一番分かりやすい普通の人に伝えるときには、橋本さんのブレーンだったっていうことですね、結構乗ってくださる人なので、これはもう選挙戦略上、まあ、心の部分は活用するんです。とにかく勝たないと意味がないかということで、まあ、それから自民党の、支援者の方も、かなり実は支持をしてくれていて、私の事実上の選対本部長は、私の小学校と中学校を飛ばして高校と大学を3年先輩で、小学校高校大学の先輩で、同じ山口県角郡角町中洲出身の方で、自民党の県議会議員の
選対本部長をこの春までやっていた方がですね、やってくださったんですよね。非常に保守の裏側にというか内側に食い込んだ選挙戦を、作っているところで、この前もある某この辺りはだんだんこう、秘密シークレット情報になってきた某もう本当に保守の大御所の、方のところにお目にかかりしたら、いやー飯田さん、うちの女房が飯田さんに入れるって言うんだよと言うんですね。で、いやー俺も立場上は入れられないんだけど、でも まだ山本重太郎さんは挨拶にも来てないしな、で、飯田さん私好きなんだよとなんか言って、これは落ちたなっていう感じでですね、そういう自分は自民党支持だけど奥さんだとか、でも自分も建前上は自民党支持だけど実はという人が結構増えてきてですね、ここはすごく狙いで、そういったところに一生懸命懐に飛び入っているところで、あと公明党の方もある方が、いや公明党は建前上、山本重太郎さん支持を決めてるんだけども、首長選はそんなに本気で動かないから、で池田大作先生がおっしゃっていることは飯田さんの言っていることと同じだから、それをちゃんと言えば票は取れるかというある方から助言をいただきましてですね、そういった形でとにかく主球の鉄板をとにかく、バーナーで焼き切ろうと、いやバーナーじゃないな、もっとソフトに柔らかくですね、穴を、うがっていくという試みを今しているんです、というような、なんか中身を説明しようと思ったら、で、そういうこともあってですね、維新の会はというか維新の会ではございませんが、全ての政党に関して支援と支持をお願いはしないけれども、勝手に支持をしてくださるのは歓迎ということで、政党でいうと社民党の 県の社民党はすでに支持を決めてくださったのと、政党ではありませんが自治論はすでに支持を決めて、民主党は自主投票というような状況ですね。で、それもあってですね、維新の会狙い、だから維新の会も橋本さんの方でも支援をしない、で私の方もお願いをしないということで、で、関係性は普通の、ニュートラルな関係というかですね、なんですけども、そういう意味では維新というのをちょっと皆さんからすると臭いと思えるほどに、イメージとしては使う。これはあくまで選挙戦でということもあって、発作と山口発作21と、なんかみかんだよって言われると思うんですけど、一応8つの方策で、21ってまだ中身ここないんですけど、21世紀の21と21項目をこれから出していくので、中身はこれからついています。で、あまりこの中身をやっても仕方がないので、やっぱり何といってもエネルギー維新ということを前面に掲げて、でもエネルギー新といっても田舎本当に限界集落がかなり多い中で、おじいちゃんおばあちゃんに言ってもエネルギー新といってもやっぱポカンとしておられるので、いやこれからは兼業農家はサラリーマンとの兼業じゃなくて、太陽光とか風力とかバイオマスとかそのエネルギーの兼業ができるようになるんだよとかですね、そういう話をしたり、して、でエネルギーを変えていくことがとにかく中山間地も実は豊かにしていく一番大きな柱になるんだという話は、車座になりながらですねお話をすると、大体分かっていただけるような話ですね。で、そういった話を今して山口中を歩いています。あとはちょっと皆さんと質疑応答しながら何を話していいかよく分からないので、でとにかくご支援くださる方は先ほどあったんですが、手を貸していただくか実際に来てお手伝いしていただく か、もしくは知り合いが山口県の縁者がいればぜひその方の名簿を送っていただくか、そうでない方はぜひお金を出していただくか官報を出していただくか、それちょっと今日会議もするついてとにかく
本はあの脱、そう言っても脱原発で、あ、そう、脱原発の話をしますよ。脱原発で言うとですね、山口県はやっぱり面白いで、人差しで、なんか1、2、3、4かな、3たす1というふうに言ってるんですが、一つ串刺しすることで3たす1が取れるかもしれないと、まあ、取れるというか戦えるということですね。まず一つはあの上関原発ですね、まあ、これはもうサドンデスというか、もうこういう水面、今の任意知事が、許可を延長しないと言っていますので、それをもう復活させなければいいで、これはもう終わった話になると思いますが、あのただ山口県の話をするときには単に上関原発のイエスの是非ではなくて、もうそれはもう終わった話だと、そんなものはもういらないのは当たり前なんだけども、あの、まあ、中国電力もおとといの株主総会でも上関原発をやると言っている。で、それから地域の人たちも上関原発まだ誘致で拳を振り上げている。でこれはそれぞれの事情があって、中国電力はあの島根原発を守るためのダミーとして上関原発をまだ頑張ると言っていて、でこれから国民世論とか国とかに迫られた時に上関原発を落とし城にして島根原発3号機を起動させるというのはこれ中国電力の明らかな戦略なので、まあ本気でやるつもりはまずない。それから地域の人たちも国史を広げるとか、まあ、私はあの推進協議会というか推進の方々と今この間ずっとお話をしていますが、なんで拳を振り上げているかというと、自分たちで下ろすと あなたたち自分で引いたんですねって言って何も保証してもらえない、どころかこれまでにもらったお金を返さなきゃいけなくなるかもしれないので、拳を振り上げて国の都合でやめたということを決めてもらえれば、まあこれまでの、連続税で入ったお金や場合によってはそのやめたことの保証金が取れるかもしれないという野生構えでみんな拳を振り上げたんですね。でも誰も原発ができるとあそこで思ってる人なんか本当にいない。だからそういうなんか痩せ我慢で拳を振り上げたってしょうがないので、まあ、あの、まあ私が訴えているのはもうそれはやめて、もう今日から地域をどうやってもやり直してですね、どうやって今日、明日、そして将来の石を送っていくかをみんなで話し合う場を作っていくという、まあ、もうそういうステージなんだということを上関に関しては、まあ、言っている。それから、3たす1の3の2つ目は、あの山口県は南40キロに伊方原発が同じ周防灘に面しています。それから、西100キロのところに玄海原発がある。これはまさに山口県、あそこの2つの原発が事故を起こせば、まあ、まさに被害地元として、これもとんでもない、悪影響を受けるということで、この再稼働関しては四国電力、九州電力と国に対して、しっかりと意見をしているという話が2つ目ですね。そして山口県は中国電力の 13.3% の株を持った最大株主ですので、中国電力の原子力事業、まあ、島根原発ですね、これをどうしていくのかということに関しても、まあ、来年の株主総会に向けて議論しているということが、まあ、できるということで、この3つの議論をしていこうということ、プラス1は、瓦礫の問題がすごく、山口県のお母さん方を中心に非常に心配しておられて、すぐ前に北九州市が、まあ、この産廃で廃棄物で町づくりをした町なので、ここはもう受け入れで大変な今状況、あと防府市が受け入れを表明して最近撤回をしたということで、この瓦礫の問題に対してもきちんとその、3たす1の問題として、緊急に検討していくということで、まあ、基本的にその瓦礫を山口県や沖縄、まして沖縄まで持っていかないと震災復興が遅れるというのはあまりにも事実に基づかない議論だろうということと、それから実際に瓦礫の問題を巡って日本中で住民を2つに割ってですね、これだけ問題を起こしている問題に関しては、その2つに割るということ自身がですね、非常に大きな問題ではないかというふうに、まあ、考えます。
ので、これは慎重に対処するというか、少なくとも山、少なくともですね、もうちょっとその必要性のところと安全性のところをきちんと検証するというか、おそらく必要性はなさそうだということが、言えるんじゃないかと思いますが、そういったこともきちんと議論していくと。で、県民の皆さんの不安にきちんと向き合っていくということが大事だろうという話をいつもしています。ということで、原子力政策は、選挙戦中も選挙が終わった後、もうですね、非常に大きなテーマに山口県というのは ある場所で、それに関してもある意味司教戦争というようなですね、戦いになっていくというふうに考えています。はい、それではそのぐらいで、あとはまた質疑応答の中でいろいろ話をしたい。